んにちは、渡辺です。今日はですね、完璧に崩れない前髪の作り方についてご紹介します。朝ね、起きた時って皆さん大体スタイリングされるかなと思うんですけど、スタイリングしてでマスクして大体出社したりとかね、仕事にやる方って結構多いと思うんですけど、気がついたらうねってたりとかしてませんか？マスク時代になってきて、みんなが見てる目線っていうのが目だったりとか、あとは前髪、顔周りに集中してるってことがデータ上出てるんですね。朝しっかりとスタイリングしたとしても、やっぱり仕事中ずっとマスクしてたりとかしたら、この辺がうねってきたりとか、なんかパサッとしたりとか、それでね、ちょっと嫌な気分になられる方も多いかなと思うので、今日は前髪だったり顔周りが崩れないスタイリング方法をご紹介します。じゃあ今回ポイントとしては2つあって、1つ目はヘアオイルをつけるんです。それもアイロンの前にヘアオイルをつけて、アイロンを味方にするヘアオイルですね。通常のオイルだとやっぱりダメージ出ちゃうんですけど、その、アイロンを味方につけるオイルはダメージが出ないのでおすすめです。2つ目はスプレーを使うんですけど、ちょっと固まるスプレーとまあまあ固まるスプレー、この2種類を使ってスタイリングをしていきます。では早速やっていきましょう。ということで今からやっていくんですけど、まずね、朝起きた時に寝癖直しだったりとかされるかなと思うので、まず、水濡らしてこうドライヤーで乾かして、これはまあ普段皆さんがやってる感じでやってもらえたらいいかなと思いますので、今寝癖を取った状態、この状態からスタートしていきます。で、今日使っていくオイルは MTG さんのロックオイル。これはね、熱を味方にするオイルになります。乾いた状態につけて今からアイロンを入れていきます。前髪なんでワンプッシュ半ぐらい出して前髪につけていきます。で、この時にね、オイルをしっかりとね、前髪につけていくのもおすすめです。やっぱついてないところがあったりとかするとね、湿気を吸い込んでしまう可能性があって、そうなるとね、前髪だったりとかうねってくる原因になります。できれば櫛だったりとかで溶かすようにしてください。そうすることによってね、全体にで、次にアイロンを入れていきます。内側の部分ぐらいからスタイリングする方がいいかなと思うので、アイロンを入れていきます。で、まあ、今回はね、前髪ってやっぱこう丸みをつけることによってね、こう流しやすかったりとか、形が作りやすいので、少し内巻きに入れていきます。で、温度はだいたい、そうですね、160ぐらいで今やってます。140か160ぐらいでやってもらえたらなと思います。で、まあ、前髪の厚さも結構あるんで、まあ、できればね、ストレートアイロン入れるときはなるべくこのスライスは薄め、あんまり太いとね、なんかこうクレパスっていうんで、こう跡がついちゃう可能性があるので、だいたい本当に 1.5 センチぐらいのスライス幅でやってあげるのがベストかなと思います。で、だいたいこの前髪の厚さだったら3回ぐらいに分けてに入れていきます。普段ね、皆さんがこうアイロンだったりとかスタイリングしてる、そんな感じでね、やっていただければなと思います。で、次にちょっと固まるスプレー、今回はね、名倉さんの3番でつけていきます。このスプレーが結構個人的には重要かなと思って、皆さんスプレーするときってね、例えばもうこうやって、ね、まあ、ちょっとね、お人形さんらしく雑にちょっとやっちゃいましたけど、まあ、こういう風につけて、まあ、表面だけつけて終わりの方って結構多いかなと思うんですね。もうこれだと内側に結構ついてなかったりとかするので、まあ、内側がね、ちょっとうねりやすかったりとか濡れたりとかしてて、髪の毛がねぐしゃっとなったりします。なので、このスプレーをちょっと固まってくるんですよ。内側めくって中もしっかりで表面の部分つけたりとか、で、ちょっと固まるスプレーなので、あんまりね、こうつけたとしてもそんなにパリパリはしない。で、つけた後にこう櫛とかでもう全然ね、多分溶かせるぐらいの硬さになっているから、で、これである程度の形をつけます。なるべくね、なんか程よいキープみたいな感じのスプレーを使ってあげるとベストかなと思います。今回はね、こうやってちょっと流すような前髪にしようかなと思うので、形を整えていきます。例えばね、この前髪をこう流すっていう前髪に関しては、このままね、こう持ってくるのではなくて、根元をちょっと押さえながら、こっち向きにちょっと押さえながら、こう毛先をこう出します。こうするとね、結構こういう風な形
形で綺麗な前髪になりやすいので、分ける方に関しては、今みたいな感じでやっていただければと思います。これだけでもいいんですけど、やっぱりね、1日しっかりとキープしたいという方もいらっしゃるかなと思うので、最後にハードスプレーをつけていくんですけど、もうこれはね、内側とか全体つけちゃうと、もうパリッと結構固まってしまうかなと思うので、これは表面からもう本当にこうこの辺りをパッとつけるのイメージでつけます。なので、スプレーでね、通常、まあ、20センチとか外してくださいみたいな感じでね、なるので、結構離し気味、まあ、大体20センチとか30センチぐらい外してもらって、ここをシュッとつけるぐらいです。本当に一吹きぐらいで全然問題ないかなと思って、ちょっとやってみますね。こんな感じ。今ちょっと2吹きやっちゃいましたけど、ちょっと外れたんであれなんですけど、こんな感じ。この辺に一回ふわっとつけるぐらい、これだけでだいぶキープできます。もちろんね、こう触った時に少しパリッとするんですけど、でもあんまりこうハードスプレーついてるって感じしなくないですか。こんな感じでね、前髪を作ってあげると1日キープできると思います。はい、ということで、こんな感じでね、スタイリングをやってみました。結構僕これサロンワークのお客様にお伝えしてて、キープできたよとか、うねらなくなったよっていう風に言ってくれます。めちゃくちゃ雨降ってた時はさすがにちょっと難しいんですけど、ちょっとパラパラ降ってたりとか、あんまりなんか少し湿気があるぐらいとか、まあマスクしてるぐらいだと全然キープできる方法になりますので、皆さんね、いつも悩んでる方はぜひやってみてください。今日もね、最後までご視聴いただいてありがとうございました。今後もね、皆さんが綺麗で可愛くなるような動画を作っていきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。